こんにちは長宝寺の聖鉄ですえ仏教の歴史のあらすじについてお話ししていますえ仏教はですねえお釈迦様がお亡くなりになってから、えー、またその弟子たちが大変努力してどんどんと発展していった宗教なんですねで、えー 南、ミャンマースリランカタイといった南に伝わった南伝仏教とシルクロードを通って玄城三蔵などによって中国そして日本に伝わった北伝仏教と回ると。でこれはあの まあ今の,あの、まあ、タイとかねスリランカ行けば分かりますけど似て,似てるようでちょっと違いま,すねまずね簡単に北伝仏教と南伝仏教今の今現在のですよそのタイスリランカまあミャ私はミャンマーは行ったことはまだないんですけどねミャンマーとかねそういうところと北その南伝仏教とですね えー、北伝仏教の、えー、今でしたら、まあ、中国、まあ、韓国台湾日本ですねこういうところの今現在の仏教で例えば大きく違うのは我々、まあ、日本例えば、まあ、一番わかりやすく日本の話しますけど日本で観音行まあ西国の33箇所とかね 完全菩薩とか地,あの地蔵菩薩とか不動明王とかまあ菩薩とか明王とかあるわけですよ、まあ、当たりそれが仏教だということなんですけども、えー、南伝仏教にはないですない観音さんはないいないですで観世菩薩ねないないです それとか、まあ、張法寺にも伝わってますこの般若心経ね般若心経とか、まあ、法華経とかね、えー、領主線で説かれたお経これもない、まあ。我々からしたら寂しいというかねそれでよく仏教をやれるなって言っちゃ悪いですけども本当にないんですよ。般若心経なんかないんですよ。 なんで仏教は、ねうん、まあだからどこかで根本的に枝分かれしてるんですよどこかで枝分かれしたと。でそれだけの、まあ、今の今の姿がね似てるようで、まあ、坊さんま,まあ頭丸めて今朝起きてというのがまあねあの似たようなところもあるんですけどもそういう違うところもね歴然とあるんですよ。でその まあそのどうしてそういうふうに違ってきたかというのがもうその枝分かれした最初のところがまあ実際あるわけなんですよね。最初お釈,お釈迦様がお亡くなりになってラージギルの七王室というところでね第一血獣って言ってるんですけど、まあ、こ,の辺この辺に書きますけど第一血獣って言ってるんですけど、まあ、お釈迦様はこういうことを言ったんだと。 ということをあの当時のお釈迦様の声を聞いていろいろ質問して教えてもらった人たちが集まってお釈迦様はこう言ったというのを決めたわけですよ決めたというか、まあ、みんなで大体こういうことを言ったんだということを集めて、えー、お釈迦様の聞き漏らしたような話がないかどうかというようなことでねいろいろ、まあ、そこで集めたわけです。 でまあ、そのお話もねまた詳しくそのうちしますけどもそこが第一血獣と言われて、まあ、当然ですよねお釈迦様お亡くなりになって、まあ、一代儀をみんなでこういうふうだったというのを相談して、まあ、確認し合ったということなんです。でそこから100年くらいして,してねその時はもうお釈迦様を見た人がもういない。 お亡くなりになっていないんです。で、あの直接教えてもらった人もいない。そういう時代が来るわけですよ。で、その時に。だいたい仏滅後100年って言われてるんですけどね。まあ100年だから生きる人ないですから。まあ、あのとうとう <laughs> まあ、い,やいるかもしれませんよ。よいるかもしれませんけども、だいたい100年くらいの。ところで第二血流っていうのがあってね。 それはバならしっていうところであったんですよ。ここ私行きましたけどねあの最初行った時は野原の真ん中に何か穴が四角い穴があってねそこがそうだっていうんですよ。でその四角い穴 1m くらいの深さのねトラックの2台くらいの大きさ2トン車のね2台くらいの大きさの穴四角い穴。 そこがそうだって言ってその中にろうそく立ててみんなで拝んだ思い出がありますけどね今はねあの綺麗なドームドームを上にか,あのかけてあの非常に立派な遺跡としてねお寺じゃないですわ遺跡としてインド政府がきちんと管理してるんですけどねでそここバーナラシっていうところでね。 あのここからもこれはね仏様の灰が位灰っていうんですけど出てそのパトナの博物館にあってこれは私は見てきましたその写真も撮らせていただいてねこの辺に出しますかねこれはバーナーラシーで発掘されたと思うんですね。 あんまり脱線してると時間が経ちますんでまあまたいずれ詳しくお話しするかもしれませんけどでそのバーナラシーでまあお釈迦様を直接見てない人たちねそれでもまあ仏弟子が集まってお釈迦様の,まああのだんだんいろんな混乱が生じてきたとまあお釈迦様は直接聞いてないわけですからここらでもう一回確認しようと。 いうことでで集まったんですよそれ第二血獣仏滅の100年後くらいねそこでで分分裂したんです分裂ししたたんすちゃった何が分裂したかというとお釈迦様は朝ね宅発に出てで食事して昼からはもう食事しちゃいかんとこういう戒律を決めたんですよ。 昼からね食事しちゃいかんとあまあ宅発に行ってだから一日一食くらいしか食べれないと思いますよ宅発に行って、あのー、ごはんをかえ、まあ、自分の住んでるところに帰ってきて食べてもう昼ですから昼になったらもう食べちゃいかんとこういうふうにまあ多分その方が瞑想がねできるということだと思いますけどね。 まあそういういにしてたわけですで、ね、そこで論争が起こってねあのぼ、まあ、2,000年以上2,400年か2,300年くらい前のことですから時計はもちろんない時計はないだから地面に棒を立ててねその棒を影が過ぎたらもう昼過ぎだから食べちゃいかんとこういう戒律だったんですよ棒を立ててねその影を日時計のようにして見る。 それでもうこれはこの戒律はお釈迦様がこう決めたんだから守りましょうという人たちと指一本分ね指指一本分指一本分影がずれてもまあ許されるとまあ食べ損ねてね食べられないから指一本分くらい多めに見ようよという人たちと。 分裂したんで,すよでまあ言ったらば原理主義派とまあ,あの拡大解釈派ですよ。そこで,別れたでおそらくその原理主義派、まあ、その原理主義派のことをね定、まあ、座部とかその大乗仏教正乗仏教つって正乗仏教だとか言ってね まあ分類するんですけどまあ言うたらば簡単に言えば原理主義の人たちですそれと改革改革改革というか拡大解釈ね拡大解釈、まあ、解釈してちょっとずつあの実,情実情にね合わしたものにしましょうよという人たちがそこで分かれた。でそこがですから あの簡単に言えばその原理主義派の人たちが南伝仏教を伝えて、えー、拡大解釈派の人たちが北伝仏教を伝えてると、まあ、こういうことになるわけです。で領主線とかねまあ,あのその他のところであの南伝仏教にないようなお経をねあの説いてそれを残したのがその 拡大解釈派ということになってくるんですけどねただ実際はですね、まあ、2300年前の話でね言うたらば日本の古事記なんかよりも古事記なんかよりもですからえ1000年くらい前古事記よりもまだ1000年前ですよ。新代のそのそまた前 神よの昔のそのまた前くらいの昔の話でねまあ見てきたようなことをいろいろ言うわけですけどもまあ本当のところはよくわからないところも実際ありますよありますけどもどっかで分かれてないと南殿と北殿とどうしてこんなに違うのかということになりますからねどうやらやっぱりそのバーナラシーの第二血獣が、えーまあ、分かれる。 もともとの分かれる始まりという考え方でいいんじゃないかということなんですよね。